ュースご覧になってる方は分かりますか。ひどいですよね。もう国の統治機構が働いてない。今この状況で安倍さんが言ってるような解釈会見、これを認めて日本から自衛隊を出したら間違いなく戦地に行きますよ。自衛隊も死ぬ、現地の人も死ぬ、そこに私たち日本人が加担するということです。国を守ることとは関係ないんですよ。アメリカがやってる大義のない戦争に日本が巻き込まれる、それが集団的自衛権です。日本の国を守るってことは全然関係ない。こんなことを認めていいですか皆さん。誰も彼もあなたも私もみんな殺人に加担することになる、それが集団的自衛権です。そういうものが来週金曜日20日にも閣議決定されようとしている。こんなことは絶対認められない。この国の主権者は誰ですか。安倍さんですか。違うでしょ。僕ら国民ですよ。安倍さんには憲法擁護の義務があるんです。僕らがそれを教えてあげないといけない。憲法守れないならば安倍さん降りてもらいましょうよ。Thank you.
して殺される軍隊に変わってしまいます。考えてみてください。日本の若者が日本を守るためには絶対に関係ないアメリカの戦争に巻き込まれて海外で人を殺す殺されるようになってしまいます。集団的自衛権、その言葉からよくわからないけれども、それは日本の若者が海外で人を殺す殺される、そういうことです。絶対に認められます。